Hello everyone! 皆さんこんにちは、タカです。ハワイは美味しいお店がいっぱいあるんですが、今日はそのハワイの美味しかったお店いくつかご紹介したいと思います。まず一発目はガーリックシュリンプです。ホノルルからレンタカーとかバスとかでね、このノースショアハレイワ地区に行きますと、世界一美味しいと言われているガーリックシュリンプのお店、ジョバンニというところがあります。平日でもね、ものすごい行列です。30分以上は並んだんじゃないかなと思うんですよね。これが一番人気のシュリンプスキャンピって言うんですけれども、ニンニクがこれでもかっていうぐらいね入ってるんで、ものすごく美味しかったですね。ただね、手がベトベトになりますので、なんかウェットティッシュとか、あるいはちょっと水をボトルで持参して洗えるようにしておいた方がいいと思いますね。ハレイワはね、こうやってドライブしてみると本当に小さいお店なんかもいっぱいあって、美味しいお店なんかも他にきっといっぱいあるんでしょうね。さあ今度はオアフ島の東海岸方面へのドライブです、カイルア地区というところに行ってみたいと思います。ここは海が本当に綺麗なんですよね。ここがカイルア地区。ハワイ島にもカイルアコナってありますけれども、これはオアフ島のカイルアです。ここにオーバーイーゼーという名前のお店があります。オーバーイーゼーって目玉焼きの両面焼きのことを言うんですよね、まあ、それがそのまま店名になっています。まあ、ですから卵料理には自信があるということなんですけれども、これねポテティンエッグスっていうものなんですけど、これ上にかかってるのはなんとジャガイモのソースがかかってるんです。すごくね濃厚で美味しかったですよ。妻が頼んだのはココナッツシュリンプバーガーなんですね。わさびクリームがついているんです。ハワイもねアメリカですから、このレストランの食事の量が多いのでね残してしまうんですけれども、こういう風にボックスプリーズって言えば、こういうおしゃれな箱に入れてねお持ち帰りできますので、ぜひこれも挑戦してみてください。このカイルア地区をはじめとする東海岸地区は本当にビーチが綺麗でね、こういういろんな綺麗な写真撮ることができます。また風景に関してはね別の動画でご紹介したいと思います。さあ今度はホノルルに戻ってきます。ワイキキからも、歩いて行こうと思えば行けるところの場所にレインボードライブインというところがあります。非常にねレトロな作りでね、なんかこうアメリカの古き良き時代を思わせるようなそういう佇まいですよね。ちょっと動画がなくて申し訳ないんですけれども、ここが有名なのはロコモコなんですよね。アメリカの前大統領のオバマさんがハワイで休暇中にここの店に行きたいというふうに公言したことで非常に有名なお店になったとも言われております。まあボリューム満点なのもさることながら、やっぱりこの上に乗っかっているグレービーソースがね美味しいですよね。基本的に外でこうやって食べるスタイルになっています。なんかねやっぱりね外で食べるとね、さっきのノースショアのガーリックシュリンプのお店もそうだったんですけども、いろんな鳥たちが狙ってくるんですよね。ちょっとそれに警戒しながら気を使って食べなきゃならないっていうのはあるんですけども、まあこれもハワイの醍醐味の一つかと思います。あとねこれ番外編なんですけれども、エグゼンフィングス、これ有名ですよね。ワイキキにあります。これはお店には行かなかったんですけれども、実はウーバーイーツで頼んで食べました。このエッグベネディクトとかね、そして、パンケーキとか有名なのを食べました。これも非常に美味しかったですけれども、詳しくは別の動画で取り上げていますので、ぜひそちらをご覧ください。あとはねハワイならではっていうわけではないんですけれども、ワイキキのこのクヒオ通り沿いにある丸亀製麺ね、ここも行ってきました。ここもね美味しかったですよ。っていうのはやっぱりたまに日本食食べたくなるじゃないですか。そういう時にねこういうだしとかね醤油とかこういう匂いがするとちょっとホッとしますよね。こちらも別の動画で解説しておりますのでご覧いただければと思います。ちゃんとこうやってネギとかね天かすとかあったり、天ぷらとか、これズッキーニの天ぷらだったんですけれどもね、スパム結びあたりはやっぱりこれはハワイならではといった感じなんでしょうかね。
とはですね、スイーツをちょっと食べたいなと思ったら、ワイキキのロイヤルハワイアンセンターの中にココロカフェっていうのがあります。ここで有名なのはね、こういう下何なんですかね、これたい焼きみたいな生地の中にあんこが入ってて、その上にこれはパイナップルのアイスなんですけど、これが乗っかってるものなんですよね。これ確かニューヨークのチャイナタウンのあたりでも見かけたような気がしましたね。ニューヨークのチャイナタウンにあるお店は本当にたい焼きの形がしてて、そのたい焼きの上にこうソフトクリームがぐるぐるとねこう任さっているお店ですけども、まあ、そういう流れブームがやっぱりアメリカでは起きてるんでしょうかね。ということで、ハワイオアフ島の美味しいお店いくつか紹介させていただきました。これはノースショアハレイワのガーリックシュリンプのお店ジョバンディでしたね。そしてこれが東海岸カイルア地区にあるオーバーイーズイという店、ね、ジャガイモのソースがかかってる、ね、ちょっとびっくりでしたね。これがワイキキにありますレインボードライブイン、ね、前大統領のオバマさんも愛したお店ということでしたけれどもね、まあ、レンタカーでしか行けないような場所も数多くありましたけども、ぜひレンタカーにも挑戦して、こういうふうに行動範囲を広げて、さらに美味しいお店を見つけていただければと思います。では本日もご視聴いただきありがとうございました。Thank you for watching and have a nice trip.